はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。シピゲンさんからお送りいただきました iPhone 6用のケース、ウルトラハイブリッド FX ですね。はい、こちらですね、iPhone 6を保護するケースなんですけども、ここにね、ちょっと見えるかと思うんですが、360度保護するということで、背面だけではなくてですね、前面も保護されるみたいですね。あとはね、充電のライトニングコネクタの部分とか、ヘッドホン端子の周りとかも保護しちゃってるみたいですね。まあ、カバーがついてるっていう感じですかね。そうだね。で、私はずっとこの iPhone 6を、このゴールドのバンパーをつけて使ってるんですが、これがね、すごい気に入ってて、長らく使ってますね。ただね、背面は保護フィルムなしです。なのでちょこちょこね、傷がもうつき始めてますね。それで前面は、保護フィルムをつけてまして、どこなんだったかちょっと忘れちゃったんですけども、ただね、液晶の際まで行ってないんですね。なので画面操作してたりしてね、こう際まで行くとこうなんかね、手に当たる感じがあるんですよ。これがね、ちょっとね、ストレスだったりしてたわけなんですね。で、まあいろいろね、保護ガラスとか前面を覆う保護フィルムとかあったんですけど、なんか保護フィルムだと貼るのがちょっと大変だとか、保護ガラスでもやっぱね、この辺際までいかないということだったんでね、まあ、ずっとなんか何もしないでこのままいたんですよね。だけどもこれだったらもう全て解決なんじゃないですかね。ではですね、早速開けてみたいと思います。お気づきの方もいるかもしれませんけれども、今日はですね、エイシン君横におりません。事前にですね、声だけ取っておいております。ちょっとね、一人だと寂しいんで、最近なんかそんな感じになってきちゃった。そうだね、では開けてみましょう。おお、はい、こちらがですね、360度保護するウルトラハイブリッドのケースですね。そうだね、これはですね、クリスタルクリアですね。なるほど、これを見た感じだともう完全に前もケースになっているので保護されてそうですね。そして毎度おなじみの正規品を証明するシリアルナンバーが入っておりました。他はないですかね。以上です。ではですね、早速こちらの iPhone にこのケースをはめてみたいと思います、はい、まずはこれだね、バンカーリングを壊さないように剥がさないとな。ゆっくり剥がしていかないとこれ壊れちゃうからね。そうだね。はい、取れた。はい、そしてこのバンパーも取ってしまいましょう。はい、おお、久しぶりに、あ、薄い。そうだね、やっぱ薄いな、iPhone ってはい、そしたらこちらのウルトラハイブリッド FX を開けたいんですが、どうやって開けんだろうね、これ引っぺがす感じですね、これ。おお、取れた。最初に、この前面のカバーをつけるみたいですね。なのでまずこの紙を取って、ここにですね、保護フィルムがあるのでこれ剥がします。こっち側にもですね、最初につけたフィルムがついてるので、これをまず剥がして、で、こうだな。ほい、これでいいのかな。あ、いいんだ。 OK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 、はい、今現状でこんな感じですね。このね、曲面部分までしっかり保護されてますね。こんな感じ。なるほどね。はい、ではいきますよ。せい、よいしょ。あれ、はい、オッケー、入ったー。おー、はい、iPhone にケースをセットできました。なるほどね、こんな感じ。やっぱりね、ちょっとね、分厚くなるかなっていう感じですね。バンパーよりも分厚いですかね。この部分、このね、エッジ部分が 1.7 ミリ段差になってるみたいなんですね。これなので、こうね、落とした時に画面が保護されるっていうことなんですけども、この辺のね、エッジ部分はあれかな、バンパーとほぼ一緒かな。はい、ちなみにボタン類こんな感じですね。ここ電源でしょ。うん、電源問題なく押せますね。反対側のボリュームアップダウン、あ、ちゃんと押せるね。あとロックスイッチ、あ、これも全然問題なくいきますね。カメラ部分は穴が開いてますね。あとスピーカーの部分とかセンサーのところも穴が開いてます。ホームボタンとかも穴が開いてますね。それでこのライトニングコネクタ部分、ここはですね、キャップになってます。こんな感じ。ライトニングのですね、端子の穴を埋めるための突起もついてますね。こうやって差し込む感じですね。あとこっちが、イヤホンジャック、これも同じですね。突起があるので、ジャックの部分に差し込むと。
これでホコリが入っていくのを防ぐという感じでございますね。はい、それではですね、ちょっと気になる画面のタッチ感覚ですね。まず電源オンにして、はい、なるほどね、スムーズに動きますね。ただなんだろう、この浮いてる感じがちょっとしますね。これちゃんとはめられてないのかな、なんか浮いてる感じがすごいする。ほらこれなんかこの浮いてる感じしますよね。タッチ操作自体は問題なさそうですけど、浮いてますね。これはどうなんだ、これちょっとやりにくいんじゃないかな。なんか文字入力とかが気になりますけど。なるほどね、前面を保護するという意味ではこれはかなりいいケースではないかと思うんですけども、問題はここですね。このタッチ感覚がちょっといまいちかな。ここが気にならない方はいいと思うんですけどね。ただ保護フィルムとかに比べてみると画面はすごい綺麗ですね。はい、やっておかなければいけないのが、ライトニングコネクタなんですけども、純正は問題なく入りますね。そしてライトニングトゥマイクロ USB、 これも問題なく入りますね。こんな感じ、結構太いライトニングケーブルもこれは問題なく入りそうですね。イヤホンのジャックもですね、割と大きく開いてるので、いろんなものが使えるんじゃないでしょうかね。はい、ということで今回はシピゲンさんよりお送りいただきました iPhone6 用のケース、ウルトラハイブリッド FX でした。